西郷氏は、日本の政治。西郷という全国各地に所在する地名を苗字とした典型的な地名性であり、複数の家系の武家が歴史に名を残している。中世に、昭円高両制が成立すると、それまで両政国の元に軍があり、その下に里があるという地方行政組織が再編され、両政国の中に国馬に並列的に直結する軍、里、保、院、城。 別名などといった公領と、荘園領主の支配下にある荘園が拡挙する状況が現出した。この状況下で、全国各地に国画領として西郷が数多く成立した。この西郷を郷主として支配し、苗字の地とした武士が各地の西郷氏の由来である。武家として名を残した西郷氏の中では、室町時代の九州北部で勢力を振るった非然。 伊佐早僧の西郷氏が歴史の古い名族として知られる。こちらは、非前高木郡の国画領部分が高木東郷と高木西郷に再編されたうちの校舎を出自としており、戦国時代にはより西にある伊佐早僧を支配し、大英年間の西郷団上将、室藤原な前より記録が確認できる。西郷な前は有馬基準の参加で活動し、時代は、 有馬春淳の弟の住久が養子となって家を継いだ。西郷住久は協力、天文年間に有馬春淳の副将格として活動したが、天正年間に活動したこの西郷巡行は、有馬当主の有馬義貞や西郷家と同様に、有馬より養子に入って同盟関係にあった大村住多が、キリシタン大名となると離反し、後藤高明、松浦氏と同盟して、 大村、長崎に進行した。巡業は、龍造寺高信に振ったが、時代を継いだこの西郷信高は、豊臣秀吉の九州征伐に参陣せず不況を、勝ったため、秀吉の命を受けた柳川城主である佐賀の龍造寺やばれに進行され、所領を奪われて島原に逃れたが、その後平戸に移住して子孫は、松浦の家臣となった。菊地支流の西郷氏は、 和志や大内氏と同じ、九だらの第二十五代王、武ネ王の流れを組む、九だら系都来士族とする系譜が存在する。江戸時代以降には、その一族を称する家の中から著名な人物を輩出した。例えば、三河の国人領主から徳川家康に仕えて、大名にもなった三河西郷氏や、その分家から、藍津藩家老を務め幕末に西郷頼むを出した家。 比前西郷氏から古い時代に分かれて、薩摩藩の下級藩士になり、西郷隆盛、タ道兄弟を出した、薩摩・西郷氏などが挙げられる。明治時代には、薩摩・西郷氏から二つの公爵家が生まれた。比前西郷氏は、菊池氏の一族とされ、その菊池氏は藤原北家の藤原高江流を称した。このため、比前西郷氏の流れを組むとされる西郷氏は、 いずれも本生を藤原氏と称し、鷹の羽を家紋としている。また、綾部氏系図より、大春年間に、比善ゴ守として下校した、藤原公道の次男、西郷二郎藤原道秀に由来するとする説もある。警府薩摩藩の西郷氏は、肥後西郷氏の流れで、比善西郷氏と同族であり、幕末維新に活躍した西郷隆盛。 す見兄弟を世に出した家として知られている。幕末の薩摩藩においては、ご古承読み分である、下級藩士であった。この西郷氏は、室町初期に、僧侶家の菊池氏が没落すると、薩摩国に移住して、島津家が九州を、ほぼ制圧した折に、侵入した。あるいは、江戸時代の元読年間に、薩摩藩士になったとも伝わる。 明治維新後の1884年にぐ道は母親戦争の軍港で伯爵に除され、1895年には日清戦争の軍港で公爵に昇爵した。またこれとは別に、西郷隆盛の息子、西郷虎太郎は1902年に父の維新の功により公爵に助せられた。慶府なお、西郷九兵衛は、 菊池市初代の菊池則隆の所長氏で、肥後国菊池郡西郷村を領して、松永城に居城した、西郷正隆の25世孫であるという。その一方、上記の流星を出した家とは別系統で、文家筋の西郷氏も存在したという。肥後国より、薩摩藩に移住した、松永西郷家の文家筋である。西郷久兵衛が死去する、元禄年間より、前の、 漢文九年春に、島津綱紀が大宅地と、河野通院西へに作らせた島津市家臣の系譜衆、諸家大外の西郷氏の記述に、西郷黒尾秀則が出る。この西郷黒尾秀則という人物は、薩摩の聖子では、松永西郷家の文家の奥、松氏より出るとしている。奥松氏と、西郷旧尾秀則については、以下の通りである。三河の西郷氏は、南北朝時代、 あとに、細川清氏と対立し南朝方に起伏したことも、あった、二木義長が、その後三河国の守護になったため、時よりただのこの西郷ライオンが、三河守護大に任じられたのが、始まりとされている。室町時代には、同国ぬかた軍南部で勢力があり、守護大で亡くなった後も三河に残り、有力な国人となった。十五世紀半ば三河国守護大最後中来、そして、 その子より次により三河国岡崎城築城。次第に松平氏に圧迫されその隕石松平家初代を婿とするとなり屈服した。また、三河には戦国時代の後期に同国最東部の八名軍の中でもとう海国との国境あたりを領し、月が国城町、そして御本省城、西川城を居城とした西郷氏があり。 守護大西郷氏の同族とされている。八名軍の西郷氏は、16世紀に駿河の今川氏が戦国大名として台頭するとこれに服した。西三河の松平清康が台頭し、全三河を従える勢いとなると、松平氏に服属し、1530年に清康が売城を攻めた時これに従った。しかし、1535年に清康の王子によって、 松平氏が弱体化すると今川氏に再属する。A63 年、桶狭間の戦いで今川義元が戦死し、松平元康が岡崎城に入って松平氏を再興すると、西郷正勝は次男の信意を人質に出して家康に従った。しかし東東民に近い西郷氏は今川方の反抗にさらされ、A65 年には遠州内山次郎から、 朝日奈市の侵攻を受けて、正勝とその着難、現象は戦死した。このため西郷氏は、幼い岩礁の子、吉勝が次叔おじの新員が貢献した。天正三年、武田氏の先見、秋山虎重が、三河の下良軍に南下侵攻してきた際、西郷氏は、菅沼氏下良氏と共に戦って、これを撃退するも、この戦いで、吉勝が戦死した。 吉勝の子はまだ生後間もなかったため、家康は、新院の着難会に、西郷氏の宗家を継がせた。なお、吉勝の妻は、後に、新院の幼女として、家康の側室に死亡局となり、徳川秀忠と松平忠義を生んでいる。西郷家院は1590年の徳川氏の関東違法の際、下宇佐国千葉軍誠実に五千国を与えられた。 そして、家院の古性院の時五千国を加増されて、安防国登場藩一万国を立藩、大名に列した。その後、こと武き院の時、1692年に転放されて、下屋国上田藩一万国の大名となったが、翌1693年に五千国を就行され、子孫は旗本として加盟をつないだ。その他、院の弟やなどが、 徳川も三谷や石、戸田松平家、合津松平家などに仕えている。特に、合津藩では家老を務め、幕末に西郷殿もを出した。慶府備前西郷氏は、浮田氏の一族とされる。その浮田氏とは、上記の菊池氏から派生した西郷諸氏と同様の、藤原北家の流れではあるが、こちらは、関員流三条支流とされている。 宇喜多氏系図や岡山の歴史書などには、宇喜多氏の系譜を組むとされる、西郷三郎の名前が見える。備前、小島半島を、東、小島、中小島、西小島と三つに分け、東、小島を、東郷太郎、中小島を、鴨次郎、西小島を、西,を西郷三郎と三兄弟がそれぞれ居住したとされる。稲葉国八上郡弓河内村出身の一族。出などは不明だが、 弓河内村の在地領主であった一族か。一族の西郷稲葉守は、同国の武将、武田隆信に稲葉武田氏の家老として徴用された。天正四年五月に、主君の武田隆信が、山名報告によって暴殺され、仕えていた稲葉武田氏が滅亡して、以降、機能したと伝える。武前西郷氏は、宇都宮氏の一族とされる。武前宇都宮氏の所流。 南北朝時代に西郷高瀬によって不動が竹城を築き、そこを居城にしたという。不動が竹城は天文年間に大友氏に攻められ落城している。ありがとうございます。